実は私コスすると気持ちまでキャラになっちゃうの。え？見て、このひょい。すごい綺麗。世界で一番綺麗。고조는어릴적보니희나인형의마음을사로잡혀언제나그것을만드는것에만열중하였습니다 기분좋아해그래서자신을짝사랑하던소녀에게도미움을받고타인과는약간거리를둔채세상의변화에는눈치채지못한채커갔습니다그렇게고등학생이된그는희나인형의얼굴을만드는장인이되겠다는목표를가지고살아갔는데요小学校の時も中学校の時も毎日人形いじってばっかだろ友達いねえんじゃねえかと思ってよ그는어릴적사건이후로자신의취미와좋아하는것을남들에게말하지못하며타인과어울리는것을꺼려했습니다그래서친구따윈찾아볼수없었죠그러던어느날なんかついてるよなんだろうこれ怪我じゃないっぽいけど자신에게평범하게말을걸어와준소녀키타가와마린에의해고조의생각과가치관이크게바뀌어가기시작합니다またやってくれんの응いいよ助かるお前さすがに今日はやれってでも고조がいいって正直一人で全部は大変なんだけどでも俺が会話に入れなくて気まずくなってしまうよりは全然いいし。何？ねえ、他の人は？あ、帰りました。バイトがあるみたいで。マジ？みんな？でも頼りになるって言われたし、いいかなって。それ。頼られてるんじゃなくてパシられてるだけだからあれから何日も経ってるのに自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよおあれほれこれやっとけじいちゃんミシンが動かない그리고다음날고조는자신의희나인형을만들기위해학교에있는재봉틀을사용하려했는데요ごめん大丈夫痛くなかった。すっごい五条くんミシンできる人なの？は？자신이부끄럽다고생각했었던취미를그녀는아무렇지않게대해주었고오히려재봉틀을다룰수있는것을칭찬해주었습니다그러면서자신의취미또한보여주었는데요あの向こう向いててもらっていい？はい。いいから見て。기타가와는코스프레를하는것이취미라고했었는데요직접만들었다는옷은좋게말해도최악이었죠冗談ですか？ふざけてます？うわ、もうどうしてここダイヤル変えてるんですか？それと。하지만그녀는자신의열정과체리키에대한사랑만큼은그누구에도뒤지지않는다면서자신이사랑하는그캐릭터가되고싶다며고조에게부탁을해왔습니다コス衣装作ってくれないかな에無理なら無理って言ってくれればいいんだけど자신이좋아하는것에떳떳하고자신을필요로해주는그녀의말에고조는그녀를도와주게되죠わかりました그런데그녀가되고싶어했었던캐릭터는심상치않은것이었었죠セイントヌルヌル女学園お嬢様は地獄クラブハレンチミラクルライフ2のクロエしずくたん私ヌル女2のしずくたんのコスしたいんだよねていうか五条くんって両軸系苦手な人セイドレとかセイドレけどヌル女2は基本愛ゆえのセイドレだし大丈夫か割と安心だよ
그러니까 얘는 쉴틈 없이 뿌숑빠숑 당하는 노예 캐릭터가 되고 싶어하는 것이었죠. 소유 게임은 여성이 견인해서 열어놔야 했습니다. 좋아하는 것에 남자나 여자나 관계가 없나요? 나이데스!だよね! 그리고 오늘은 이미 늦었으니 주말을 보내고 다음 주 월요일부터 작업을 시작하자고 하는데요. 하이! 하이 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 하이! 죄송합니다! 오늘 야스미인데스! 야! 来ちゃった! 早速! 시よっか! 나... 요... 사이순이 決まってんじゃん! 먼저 사이순って 言ってたでしょ? 그리고 그녀는 거리낌 없이 옷을 벗어 제꼈는데요. 水着着てきたし! 지라? 大丈夫? 그녀는 조금은 장난스러웠지만 고조는 그녀가 장난을 치기 위해 이곳에 온 것이 아니란 것을 알게 되었죠. 이이から 시테? 뭐 아무튼 고조는 그녀에게 자료를 합시고 그녀가 될 캐릭터가 나오는 게임을 받게 됐는데요. じいちゃん、お帰り。晩飯できてるよ。まあ、若菜も年頃だしな。にしても、そんな真剣な顔で。なるほど。後ろはこうなっているのか。目も。やっばー。これガチで嬉しいんだけど、五条くんすごすぎ。実は私。 코스스르토 기...기마치마데 캐라니... 나쩌노 에? 미테 그라이야이 아 개씨발 꿈 아사카라 나니야ってるんだ 오레와 아... 안나고토시테 기타가사니였더라 どんな 顔すれば 그렇게 키타가바를 의식해버린 고조는 그녀를 피하려고 했었는데요. 토이레자네? 고조군! 고조군? 고조군? 고조군! 그는 그녀가 학교에서 아싸인 자신과 어울리면 여러모로 손해볼 것이라고 생각했지만 그녀는 그런 것은 신경 쓰지 않고 있었고 그래선 안 된다고 딱 잘라 말해주었죠. 그렇게 고조는 그녀와 함께 의상의 재료가 될 것들을 같이 고르며 믿음직스럽고 진지한 모습을 보여주는데요. 기타가와는 자신의 취미를 인정해주고 남들처럼 귀뜬으로 듣지 않고 소중하게 대해주는 그에게 조금씩 끌리기 시작합니다. 그리고 귀엽고 예쁘다면서 다른 코스플레이어들의 사진을 보여주었는데요. 고조는 자신에게 예쁘다는 것은 특별한 의미라는 것을 그녀에게 알려주며 말을 아꼈죠. 내가 釘付けになって こんなに綺麗なものが 世の中にあるんだ って感動して、あの日から俺にとって綺麗は特別なものに対する言葉になって、心から思った時でないと言えないと言いますか。 뭐 아무튼 기타가와는 자신도 코스프레를 하고 이벤트에 나가고 싶어 했는데요. 맞다. ちょうど 2週間 후에 あるみたい. 2주라는 시간은 의상 하나를 제대로 만들기엔 조금 벅찬 시간이었습니다. 그래도 자신을 의지해주는 그녀를 위해 고조는 어떻게든 해보려고 하는데요. 하필이면 이 기간에 중간고사가 겹쳐있었고 할아버지가 사고로 쓰러지게 됩니다. 그래서 가게 일을 돕고 있었던 고조는 시간의 한계를 느끼게 됐는데요. 부족했었던 시간은 잠을 자지 않는 것과 그녀를 상대하지 않는 것으로 어떻게든 메울 수 있었습니다. 고조군이 있어서 정말 좋았다. 땡큐. 그렇게 어떻게든 시간 안에 의상을 만들 수 있었는데요. 기리기리でしたけど 間に合いました. これで イベント에 出られますね. 고조군, もしかして? 기타가와는 이번 이벤트가 아니어도 상관이 없었습니다. 그리고 자신을 위해 힘을 낸 고조에게 감동받게 되죠. 大変なのに作ってくれてるなんて分かんなくて
ごめん、私全然気づいてあげられなくて。그리고모처럼이니키타가와에게자신이만든옷을입혀보았는데요私ちゃんと雫たんに慣れてる？はい。よし、せーの。今のどう？ハリじゃない？はい、雫たんになりました。やば、かわいすぎる。マジやばすぎ。ねえ、五条くん。はい。明日のコスイベ行っちゃおっか。그렇게다음날。おお。こっちもまったりしてていい感じじゃん。はい、お願いします。列がいつの間に。ポーズお願いします。고조는기뻐하는그녀의모습을보며자신도만족을느꼈는데요한가지걱정이생겼습니다약속을守ったから北川さんとこうやって過ごすのは今日で終わりなんだ楽しかったな衣装の中暑くて鬼ヤバ死ぬあそうか俺が暑い生地を選んだからあすっごー背中開いただけで全然涼しいでは吹きますはやばあごめん五条くんもう一回だけ広場行っていいかな一瞬だけだからお姉さんしずくちゃんのさっきは途中ですみませんでした暑くてクラクラしちゃって그렇게키타가와는마지막사진을찍고돌아가려했었는데요17번고조군今日はお疲れてか、もう完全に夏だったよね。いろいろありましたが、いい経験になりました。俺、本当に楽しかったです。그리고그녀는고조의고민을간단히날려주었죠。次のコス何しよっか。え？次のコス。あれ？五条くん、なんか嬉しそうだけど、気のせいかな。え、いや、違う、別にはい。北川さん、とても綺麗でした。俺にとって綺麗は、特別なものに対する言葉になって。やったー！あー、私、ガチで五条くんのこと好きになってるんだけどー！え、嘘、好き？ってか、かなり好き？また明日ねはいじゃあね그렇게시간이흘러기말고사가끝나고여름방학그들은다음코스프레를정하려고했었는데요이번에그녀가하려고했었던것은흔하디흔한서큐버스였습니다超売れっ子高校生ラノベ作家の俺が毎晩サキバスに迫られて困っています今の全部タイトルですか하지만그림체가간략화되어세부적인도면을만들수없었기때문에오로지자신의상상으로만그녀의옷을만들어야했습니다또다시시간이흘러며칠뒤고조는그녀와함께사진을찍을장소로향했는데요ここに撮影スタジオが아네サキバレだから払ってくるねじいちゃん俺は今
ラブホテルにいます。スタジオじゃなかったんですか？ほら昨日カナメくんっぽいでかいペット見つけて、撮影 OK で安くてここしかなくないって速攻予約したらラブホだったよね。ごめんごめん、さすがにまずいよね。じゃあ着替えてくるね。なんでですか？だってコスしに来たんだし、逆に何もしないとかお金もったいなくない？テレビでも見よう、少しは気が紛れるかも。これ以上はいけない。五条くん。はい、すみません。なんなのこれ、可愛すぎて湧いた。三面図見てたけど実物パない。本当ですか？기타가와는서큐버스가된자신의모습을상상하며그가만들어준옷을마음에들어했고곧바로인생샷을남기려고했는데요마지막인데가나메君이고모리우타를우타우場面を出た。そこ絶対だよね。微妙だった？そうではないんですが、物足りなさというか。そうか、北川さん、俺の上に乗ってください。カナメ君の視点から撮りましょう。では撮りますね。よろ。え、超いいんだけど。하지만그들은이곳이어딘지잠깐망각하고있었죠。北川さん、今すぐ俺から降りてください。ガビ。그리고방학마지막날이게合流するだけでも大変なんじゃ。北川さん大丈夫かな？よかった、見つけた。どうしたの？もしかしてうなじにベタにドキッとしちゃったけ？マジ？マジか、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 マジか。보조는언제나방에만틀어박혀있던자신을이런세상밖으로데리고나온그녀에게고마움과좋아한다는감정을느끼게됩니다。하지만좋아한다는감정은아직스스로는눈치채지못했죠。俺は毎年部屋に一人でいて、花火なんて部屋で遠くから響く音を聞くだけで。그리고그러한사실을모르고있었던그녀도조바심내지않고조금씩그에게다가갈뿐이었죠。あれ、あれ。五条くん寝そう？今年は楽しかったです。五条くん、好きだよ。感ねだし、言った意味ね。私も寝よう。지금까지그비스크도른사랑을한다였습니다。おやすみ。